で自分と向き合う志望校選び、先ほどご紹介いただきました小野理恵子です。よろしくお願いします。アシスタントの父です。今回こうして発表の場をくださった皆様にお礼申し上げます。そして今回の発表にあたり親身にご指導いただいた吉田さん、試合の作成を手伝ってくださった小野組の小野隆さん、串明恵さん、そして DOCFA に出会わせてくれた父に深く感謝しています。ありがとうございました。本人の冬、進路を決めなければならない。学校は成績で志望校を決めます。なので成績を上げたいと思いました。とりあえず偏差値を上げる勉強をしました。テストの点数が出ました。ガーン。ここでは言えないようなひどい点数を取ってしまいました。今の勉強の仕方じゃダメだと思いました。そもそも勉強量が足りないのでもっと勉強しなきゃと思いました。でもやる気が出ません。なぜなら私には将来やりたいことや目標がないので、何のために勉強しているんだろうと思ってしまっているからだと思いました。ちゃんと自分の将来を考えなければいけないと思いました。でも考えれば考えるほどわからないことがいっぱいあってモヤモヤしました。ますます進路が決めれなくなりました。でも進路が決められない原因が分かりました。そこで TOCFE のツールを使ってみようと思いつきました。自分の興味のあることやりたいことを素直にポストイットに書き込んでいきました。これが実際の写真です。前までは自分の将来を考えるとき具体的な職業で答えを出さなければいけないと思っていたんですけど、この時は本当に自分は何をするときが一番楽しいのか、何をしているときが一番落ち着くのかを素直に考えてみました。このとき最近一番楽しかったことは家庭科の授業で行った保育実習でした。なぜなら小さい子と歌ったり踊ったりすごく楽しかったからです。私は小さい子が好きなんだと思いました。ここでなぜ小さい子が好きか考えたとき、私は一つのことが思い浮かびました。小さい子はありのままでとても素直です。高校生にもなると周りの目が気になって自分の意見がなかなか言えなかったり、時には自分を作って疲れてしまうときがあります。とても居心地が悪いなと感じるときがあります。小さい子のようにもっと素直に自分の気持ちを言えたらいいのに、しかし言いたいことを言ってかえって居心地が悪くなる時もあります。そこで2つのことが対立したのでクラウドにまとめてみました。居心地のいい環境を作るためには人と争わない必要がある。人と争わないためには言いたいことを言わないべきだと感じる。なぜなら相手に嫌われたくないから、自分が 100% 正しいとは限らないからです。もう一方で居心地のいい環境を作るためにはありのままを受け入れ合う必要があると感じる。ありのままを受け入れ合うためには言いたいことを言うべきだと感じる。なぜなら言葉にしないと分からないから、やっぱり自分を分かってほしいからです。ここで人と争わなくてありのままを受け入れ合ういい方法を思いつきました。例えば私は人参が大嫌いです。でもお母さんは体にいいからと毎回カレーに大量の人参を入れます。ここで言いたいことをお母さんに言ってしまうと喧嘩になるし、かといって言わないとまた次のカレーも人参が大量に入ってしまうと思って、私はお母さんにこう言いました。お母さん、私人参苦手なんだ、もうちょっと量を減らしてくれたら頑張って食べるよ。お母さんは分かったと言ってくれました。お母さんと喧嘩をすることもなく、かつ人参もちょっと減って
コミュニケーションに興味があるのかなと思いました。また相手がどう思うか、心の動き、心理にも興味があるのかなと思いました。そして今回のプレゼンテーションガイドで富田さんがの愛のメッセージの一番最初に日本を20年で良くしたいと書いてありました。日本が良くなったら私もいいと思います。これからの日本の未来になる小さい子どもたちが問題、正しい問題の解決の仕方をきちんと学ぶ必要があると思いました。どうやったらそういう子どもが増えるか、私は教育にも興味があるのかなと思いました。これアンビシャスターゲットツリーで志望校を決めるということの障害と通過目標を考えました。今回はこの真ん中に書いてある将来やりたいことが決まっていないに的を絞って、興味があることが分かるとどういう分野に行きたいか分かるという中間目標をさっきお話ししたように達成することができました。やったことはまず吉田さんとお話をして、その後 TOCF のツールを使ってワークショップを行いました。そこでさっき見えてきた進路、見えてきた進路を元に大学調べを行いました。分かったことは TOCFE のツールの使い方 と自分自身のこと、あと協力してもらうことのありがたさと、あと今回いろいろ父が手伝ってくれてもしかしたら父は優しいんじゃないかと。今度は自分の力で TOCFE のツールを使ってみようと思いました。今回の最大のメリットは問題解決の方向性が分かったことです。志望校を決めなきゃという大きな問題があって、漠然としすぎてて解決できる気がしなかったんですけど、今回吉田さんとお話をして、あ、自分はこういうことが分かってなかったんだなとか、自分は次こんなことをやらなきゃいけないんだなと分かって、問題解決ができそうな気がして、すごく TOCFE のツールってすごいなと思いました。そこで私に一つの目標ができました。それってつまりこういうことです。シリマシリを使ってさまざまな問題解決している素晴らしい大人の方々を目標に、私もこれからどんどん TOCFE のツールを使っていきたいと思います。そして父が私に TOCFE を教えてくれたように、私も今度誰かに TOC を進めたいと思います。そしてお空にいるゴールドだった博士が、俺の考えたやり方がこんなに広まってるんだってびっくりさせたいと思います。ご清聴ありがとうございました。